ニュースの時間ですうつむきながら警察署から出てきた男障害の疑いで逮捕された高校教師の国安哲太郎容疑者50歳です顧問を務める女子バレーボール部の部員に至近距離からボールを投げ顔に怪我をさせた疑いが持たれています県立高校のバレー部を何度も全国大会に導いてきた国安容疑者その指導を受けた人物に話を聞きました きっかけは被害に遭った女子部員が練習でミスをしたこと。顧問の国安容疑者はこのミスに対し激怒し、女子部員の顔面に至近距離から何度もボールを投げつけたとみられています。女子部員の怪我が全治1週間と診断されたことを受け、保護者が警察に相談。その後、被害届を出しました。国安容疑者は過去に別の県立高校を率いて、 全国大会に複数回出場しています。かつて国安容疑者の授業を受けたことがあるという人物は、教育者としての印象をこう話します。よくいる密接的な、まあ、先生。千葉県内では知らない人いないかなっていうぐらい有名な先生だと思います。この人物は当時のバレー部員から体罰に関する話は聞かなかったとしています。警察の調べに対し国安容疑者は容疑を一部否認。 県の教育委員会に対しては次のように話したといいます。体罰の認識が甘かった、反省している。警察は他にも同様の体罰がなかったか調べを進めています。